ある日、猫のガモラは5匹の子猫を出産しました。ガモラの飼い主は猫の親子を育てることができなかったため、ワシントン州アーリントンにある動物保護施設へと連れてきたそうです。その話を聞いた養育主のジョンさんは、すぐに親子を受け入れることを申し出ました。そしてガモラは、ジョンさんの60匹目の里子になりました。こちらはガモラの5匹の子猫、トパーズ、キャナイト、アレキサンドライト、ジャスパー、アンバーです。アンバーは他の兄弟姉妹よりも成長が遅く、体のサイズもとても小さかったそうです。アンバーの体重は 93g で、2番目に小さかったジャスパーよりも 44g も軽い状態でした。昨日は 6g ほど体重が増えましたが、今後も同じ成長が続くかはまだわかりません。とジョンさんは言いました。体の小さなアンバーですが、その後も少しずつ成長を続けました。アンバーはミルクを積極的に飲んでいて、他の兄弟姉妹にも負けていません。母猫のガモラはジョンさんのことをとても信頼していて、休憩したい時はジョンさんに、子猫たちの世話を任せてくるそうです。一方の子猫たちも人間のお父さんのことが大好きで、ジョンさんの声を聞くと、愛らしい姿で集まってくるそうです。生後3週目を迎えた子猫たちは、一気に成長を始めました。子猫たちは木曜日の夕方の体重測定で、16.5g から20g の範囲で体重が増えました。とジョンさんは言いました。小さかったアンバーも急成長し、他の兄弟姉妹と同じくらいの大きさになったそうです。そんな子猫たちの日々の成長を、ガモラはとても誇りに思っているようです。ガモラはいつも大切な子猫たちをしっかりと抱きしめて、たくさんの愛情を注いでいるそうです。子猫たちはみんな、お母さんやジョンさんに、大切にされていることが嬉しいようで、いつも幸せそうに喉をゴロゴロと鳴らしているそうです。こうしてガモラと5匹の子猫たちは、ジョンさんのおかげで、温かい暮らしを手に入れることができました。そして、親子を受け入れたジョンさんも、愛らしい親子の姿にいつも癒されているそうです。ご視聴いただき誠にありがとうございました。ご感想など、お気軽にコメントください。チャンネル登録をお願いします。